静岡市のシェアサイクル事業パルクル。パルクルとは地元清水エスパルスとサイクリングを組み合わせた造語です。当初およそ3200回だった月間の利用回数は先月3万6000回を超え10倍以上に拡大。街中で見かける機会も多いのではないでしょうか。私は便利に使わせてもらってますよ。近場で、車出すほどの距離でもないなという時に自転車で行っちゃいますけど。事業開始から3年余り、今でも月に1500人以上が初めて利用していて、自転車の台数は6倍に。自転車を借りられるステーションも200箇所以上に増えています。事業自体ですね、順調に推移してきているというふうに、考えております。例えば町に出るときは自転車に気軽に乗って、で帰りは電車で帰るだとか、いろんなこう選択肢の幅をね、やはり広げてくれる乗り物になっているので、そういった面で受け入れられているのかなというふうに感じます。はい。スマートフォンのアプリ一つで簡単に利用できるパルクル。実際に私も体験してきました。アプリ一つで借りられるパルクルを借りてみます。アプリを使って自転車を借りるステーション、続いて自転車を選択し予約。会場というボタンを押すと自転車の鍵が開いて実際に乗ることができます。最初の一漕ぎがとても楽ですね。電動自転車ですので勢いよくまず前に出ていって、すごくペダルを漕ぐ力を必要としない楽に移動ができます。イベントへの参加や SNS での、SNS でユーザー様の皆様とコミュニケーションを多く取りまして、そこでの声を大切にしております。静岡の皆さん の生活の中に組み込まれていけてるかなと思います。交通手段として定着しつつあるパルクル、今後さらに事業を拡大していきたいということです。